片岡哲平は、大正、昭和前期の小説家、哲平と表記されることもある。岡山県戸又郡、吉野村に生まれる。津山中学の同級生に、矢野法人、中山隆志らがいる。中学校卒業後、第六高等学校受験に失敗、自殺を企てた。上京し、慶応義塾大学仏文化に進学したが、出席日数が不足したため中退。 一時帰京。様々な職を転々としながら、小説を書き始め、書く雑誌、出版社に投稿を行う。1921年、絶などを書いて文壇に出る。山陽新報、大阪朝日新聞社、大阪時事新報の記者を務める。1924年、横光一や川端康成らと文学雑誌、文芸時代を創刊し、 創作活動のみならず評論活動や翻訳活動にも手をつけた。これにより、新感覚派の一員として本格的に文学活動に入る。当時の代表作には、綱の上の少女、苦い話、若き読者に問うなどがある。また、椅子の足の曲線という推理小説も執筆している。また独自に1927年文芸雑誌、手帳も発刊。 エクトールマロの作品の翻訳、アー・コ教で芸術的な翻訳を目指すなど順調な文芸生活に見えた。しかし1928年頃から左傾化し始め、さらに同時期に混沌校の脱退や仲間内での意見の対立などにより新感覚派は事実上消滅した。以後はプロレタリア作家として活動する。1928年、左傾について、 世の酒と前衛入りについてを執筆。これ以降、生ける人形、今度こそ、キシ者愛情の問題、料理村会協力などを続々と発表、左派切手の論客となった。しかし1932年第三時間祭、共産党事件で関権に逮捕、投獄され、獄中で、天候声明を出す。1933年に仮出獄。以後は、 大衆小説の執筆や翻訳活動に力を入れ、名の花月を首都緑などを発表した。1938年、日本文学報告会の前身となる、観光攻略戦、ペン部隊役員に選ばれるなど、一転して、戦争協力を行う。1944年12月25日、和歌山県田辺市の友人宅を訪問中に、観光編の発作により休止した。 去年五十、開名は門徳院同名鉄平子寺。墓は東京都府中市の玉霊園にある、郷里の鏡の町には郷像も建てられている。一人娘の愛子は川端康成の中央土で弟子河原博と結婚した。片岡鉄平、文学者の手紙、426ページ、岩井博氏、作家の臨終、母肘辞点92ページ、 廃墟の前衛、階層の戦後美術、桂川博士、桂川博士、一用者、2004p72、か日記、昭和池花戦国史、早坂明、弁声出版、2009p212。ありがとうございます。